アエロトレンは、メキシコのメキシコシティ近郊にある、メキシコシティ国際空港にて運航されているピープル、ムーバーである。3キロメートルのオートメーテッドピープルムーバーは、ターミナル1及びターミナル2を結ぶ連絡手段を提供している。2007年に開業した。空港の大規模な拡大の一部であったため、ラテンアメリカで2番目に多忙を極めた。当連絡路は、乗り継ぎ客向けに設計。 提供されており、乗車するには有効な搭乗券を所有し提示する必要がある。ベニート・フアレス国際空港のアエロトレン空港連絡路は既存のターミナルから滑走路を挟んで反対側に建築された新しいターミナル1とターミナル2を結んでいる。当システムは1方向につき1時間あたりの乗客数として540人の乗り継ぎ客を輸送することができる。 空港の所有者であるアイロプエルトスイセルビシオス、アウクシリアレス及びドッペルマイヤーケーブルカーの間で契約が締結された時2005年8月12日にメキシコシティ国際空港オートメーテッドピープルムーバーシステムプロジェクトが開始された。当システムは5200万ユーロの価格で2007年11月に完成した。当システムは メキシコ最大手の建設会社であるインヘニエロス、シビレスやソシアドスとの合弁事業によって設計、建設された。メキシコ式周辺地域は地盤沈下が発生しており、考慮に入れる必要があった。ガイドウェイには地盤の沈下分を調整する機能を有している。コートラス及びコンクリート支柱の間の構成アダプターは地面の動きに合わせて高さ調整を行うことができる。 単線、単一列車、ケーブル、ライナーシャトルの設計が選ばれた。設備されたシステムは長さ3025メートルであり、2つのターミナル駅間で時速45キロメートルの速度で運行される。列車は4両で編成され、それぞれの乗客数は26人である。オプションはオリジナルである4両編成の列車を6両編成に、 増結するために含まれ、方向別時間毎乗客数が540人から800人まで増大することが条件である。空港で乗り継ぐ手荷物と乗客だけが当システムを利用することができ、誰もが有効な航空搭乗券を持っていなければならない。所要時間は5分45秒であり、停車時間は60秒間である。当システムがメンテナンスで、 運行停止するときはバスが代替輸送手段となる。ありがとうございます。